林王寺は東京都台東区に所在する寺院。宗派は天台宗三号は東栄山。本尊は阿弥陀如来。一般には通称の領大師で知られる。この通称は天界と領元を祀ることに由来する。林王寺は上野公園内東京国立博物館の東側に位置する。上野公園の敷地は元は 天台宗別格大本山関英寺の境内地であり、公園中央の大噴水の位置に、根本中堂、東京国立博物館の位置に本坊があった。林王寺は元関英寺のランの一部で、解散堂または、次元堂と称されていた。江戸時代前期の女王三年、御水図の天皇第三王寺の守る清志法神皇が、関英寺の 第三大菅寿となり日光山主を兼任した。翌年の明暦元年には、天大座札を兼ねることとなった。同年、日光山の万願寺は、小水ズを上皇の院前により、林王寺と改称し、守る清法神皇が従事となった。守る清法神皇は、天大座札、関永寺菅寿、日光山主の、宮間官僚宮となり、林王寺宮、または、 林王寺門跡と呼ばれた。以後、幕末まで皇族が関東に下校し林王寺宮となった。母親戦争の後、十五世林王寺宮の高原法神皇は原則となり、林王寺宮は廃絶された。関永寺の解散、天海は、関永二十年に死去し、翌正法元年、元、林王寺の地に、天貝を祀る、解散堂が建てられた。 天貝が数敬する両元を合わせ祀ったことから、両大師と呼ばれるようになった。日光の林王寺は、明治初年の神仏分離後に、救命の万願寺となっていたが、明治16年に、林王寺の寺後また章が許可され、2年後の明治18年には、林王寺門跡の称号が復活した。海山道は慶応4年の上の戦争では、焼け残ったが、平成元年に火災に遭い、 天明元年再建の解散堂と完成4年再建の本堂が消失した。現在の本堂は平成5年に再建されたものである。境内西側に本堂東側に林王殿がある。林王殿の手前には西隣の東京国立博物館敷地から移築した寛永寺旧本房表門が建つ。本堂前の首労にかかる盆章は慶安四年の制作。 本堂前の三道左右の道道両は、元上野の大友院霊廟に奉納されたものである。ありがとうございます。